1990年代に竣工したレコーディングスタジオ兼本社や建物上部の公明化にフォーライフレコードのシンボルマークが残されている。株式会社フォーライフレコードは1975年から2001年まで存在した日本のレコード会社。当社の設立は現役ミュージシャンがレコード会社を設立するという当時大きな社会的反響を呼んだ J ポップ氏に残る大事件であった。 小室人氏吉田拓郎、井上陽水、泉谷茂のフォークシンガー4人らが1975年に設立したレコード会社。小室人氏が初代代表取締役社長、後藤豊が副社長、井上、吉田、泉谷が取締役に就任した。社名のライフは拓郎の発案で人生へという意味。拓郎は ツーライフにしたかったが、みんなでワイワイやっているうちに、フォーライフになったという。1975年2月26日付放置新聞一面に、100億円の、旗上げ、という大見出しで、井上陽水吉田拓郎レコード会社設立という記事が掲載された。新レコード会社が順調に発足すれば、陽水30数億、拓郎20数億、小室と参加を予想される。 泉や他のメンバーで合わせて100億円の総売上高を誇ることになり、一気に大手レコード会社と肩を並べられる一大レコード会社が誕生することになる。いわゆるすっぱ抜き記事が出たため、レコード業界、マスコミは真相をつかむために上を下への大騒動となり、社会的な問題として広がっていった。当時はフォークがレコード業界において大きな力を持っていたため、業界は 大混乱となった。設立のきっかけは、当時すでに CBS ソニー内に、個人レーベルを持ちレコーディングにおいてはプロデュースという形で権限を与えられていた吉田拓郎が、その先の営業、宣伝における全権をも握りたいと考え、それに対し、小室人氏が提案したことだった。拓郎は1974年に、後藤豊と共に、ボブ・ディランのコンサートを見るため渡米し、 アメリカの音楽事情を知ったという背景があった。小室も所属していたベルウッドレコードのニューミュージック方面の販売促進力の弱さなどに不満があった。拓郎は当時のインタビューで今のレコード会社の年功序列的な組織の中ではプロデューサーとしては何もできない。俺たちの力では崩せない壁がある。プロデューサーという価値観が会社の方でもわかってない。日本では プロデューサーの評価が全然ない。ミュージシャンだけでなく、それに携わった全部の人が評価されるシステムを作りたいなどと述べている。大手レコード会社の移行が絶対だった時代にビジネス優先の作品作りからアーティスト主導による作品作りをしたいという思いがあった。小室は拓郎と二人でやるつもりでお酒を飲みながら話を進めていたが、拓郎が俺と 小室さんの二人でやるんじゃ、分かりやすくて、面白くない。井上陽水が入るんならやってもいい。あんた、陽水と親しいなら話してみてくれと言われた。小室は、承諾はしないだろうと予想して、陽水に話したら、参加したいと言われた。陽水はその理由について、環境を変えてみたかったことと、吉田拓郎の近いところにいるのも面白いと思ったと、答えた。この三人で話し合いをしてみたが、 何か足らない。もう一人毒のあるのが欲しいとなって拓郎が泉谷に声をかけ四人になった。泉谷は、フォーライフは吉田拓郎という天才が作ったもの。俺は誘われただけ、俺がアメリカに遊びに行ってる間に知らないうちに決まっていたなどと話している。拓郎、陽水とも所属のレコード会社とちょうど契約の切れるいいタイミングだった。小室と拓郎は最初にベルウッドレコードを辞めた。 三浦三則に話を持ちかけたが、三浦のスタッフに拒否された。戦後からレコード会社主導で発展してきた日本の音楽界ではアーティストがレコード会社を持つということは非常に挑戦的なことであった。アーティストが曲の制作から広報、営業まで強い権限を持つことで、それまでの組織型の業界のシステムを根本から覆してしまうと音楽業界の反感は強かった。 当時の音楽業界はレコード会社の権限が圧倒的に強く、アーティストは契約される側で、経営者はアーティストを選別し、売れなくなると切り捨てるという関係が当たり前だった。自作自演が中心だったフォークとは無縁のようでいて、年3枚のアルバム契約の縛りや、自身の意向とは無縁のシングル版リリースなど、対レコード会社との力関係は圧倒的にアーティストに不利だった。 拓郎がエレック時代は社員扱いのため給料制で CBS ソニーに移籍した際莫大な印税が振り込まれ驚きアーティストの権利について初めて考えたと言われる事態を憂慮した日本レコード協会は定例理事会を開いて拓郎、洋水らの新レコード会社の販売は引き受けないことを申し合わせ 各レコード会社にプレスも販売も認めないでくれと通達が回った。海外ではビートルズやローリングストーンズ、レッド、セッペリンなど当時から自分のレコード会社を持つアーティストは多かったが、それらも自分たちが録音したものを規制の大メーカーに売るという制作会社でこの時のような制作から販売までするということではなかった。業界筋、ジャーナリスト間では 実現できそうもない夢だよとの見方が大方であったが、マスメディアの反響のあまりの大きさに、小室、拓郎、陽水の三人は今更引くに引けなくなり、意地でもやり抜こうと結束した。拓郎の友人の中には、プロダクションから吊るし上げに合う者も,も出た。しかし多くの若者、フォークファンは賛辞を送った。2008年に卓郎の曲を全編にわたって使用する。 映画、が結婚しようよを監督した、笹部清は、レコード会社に喧嘩打ったみたいで幕末の死手みたいで、かっこよかったと述べている。卓郎ファンの重松清は、自身を、フォーライフ世代と述べている。最も問題となったのは、レコードのプレスと流通ルートであった。それらはほとんど、大手レコード会社が持っていたため、業界から圧力をかけられ、やむなく人件費が、 日本より安くなる韓国でのプレスや通信販売まで検討した。ただ、大きな売り上げが予想されるだけに手がけたいというのが隠レコード会社の本音ではあった。そこへ当時、ポニー及びキャニオンレコードの社長であった石田達郎が救いの手を差し伸べ、プレス、販売元をキャニオンレコード、販売委託をポニーが受け持った。百七十五年四月十一日、 高輪プリンスホテルで新レコード会社発足記者会見。この会見では300人の報道陣が集まり、関心の高さを示した。同年6月1日、小室、拓郎、陽水に後から参加した泉谷茂のフォーク4人衆が、フォーライフレコードを正式発足させた。フォーライフ発足時のキャッチコピーは、私たちに音楽の流れを変えることができるでしょうかだった。 フォーライフの設立は革命であり、サブカルチャーからメインカルチャーに躍り出た70年代フォークの一つの到達点だった。しかし他のアーティストはあまり参加せず、野沢教授がセカンドアルバムをリリースした程度であった。業界全体売上が184億円だった1975年初年度の売上高は31億円に達した。翌1976年の売上高は、 交渉41億4千万円、実質20億7千万円と言われた。第2、第3のフォーライフの追随を期待したが、そういった動きは全くなかった。発売タイトルがアイドル歌謡曲、ロックバンドに変調するようになると、創業メンバーに足並みの乱れが生じる。1977年3月期の総売り上げが8億円になったことで小室に変わり。 拓郎が代表取締役社長に就任した。楊水、泉谷は拓郎の社長就任に反対したが、みんなの意見を聞いていたら3ヶ月で出るレコードが1年かかる。フォーライフの再建は俺しかないと拓郎が社長に就任した。社長交代で小室、楊水、泉谷の3人は経営から手を引いて1プロデューサーになり、拓郎のワンマン体制が敷かれた。各メディアは 経営不振、内紛が原因と報じた。拓郎は自身の音楽活動はやめ、社長業に専念、大手プロダクションやレコード会社社長と接待ゴルフをしたり酒を飲み交わした。拓郎のプロデュースで原田真嗣がデビューし大きな利益を上げたものの、その原田が早々に移籍するなど、フォーライフ側の狙う方向性と、次世代アーティストの理想との間に乖離が出てきた。拓郎が 社長になって、水谷豊かなど歌謡曲も手掛けるようになったことに、対し、泉谷は、以前のフォーライフの考え方と違うと問題を提起し、同年7月13日に退社した、作り手側の理想と利益を生み出さねばならぬ、レコード会社の現実という問題に直面することになった。泉谷と他の3人とは10年間な方がいがあり、泉谷は、 フォークの裏切り者のレッテルを貼られライブをやってもお客が入らなくなり、その頃、向井田邦子からオファーがあったのが役者の仕事だった。1982年、吉田に代わり、後藤が社長に就任した。販売、流通は、あとの1990年代には、ポニーキャニオンから離れ、BMG ジャパン、スマジに移管した。 1990年代前半は、ズーヤ・サネヨシ・イサコの楽曲がスマッシュヒットを記録したもの、1997年に入ると、ハイルとプライベートレーベルを置いた、坂本隆一や、プライドでミリオンセラーとなった、今井美希らの主力アーティストが、相次いで移籍し、A&R による新人アーティストの売り上げ不振と世田谷区池尻に、銀行融資で竣行した。 レコーディングスタジオを兼ねた本社ビルの返済負担から経営が悪化。1999年に発売した井上陽水のゴールデンベストがダブルミリオンを記録するなど売り上げは陽水に大きく依存する状況となった。2001年9月には原版権を有するアーティストのベストアルバムピュアベストをレーベル主導で企画し10タイトル発売した。2001年11月14日。 フォーライフレコードは臨時株主総会で同日付での解散を決議し本社所在地界隈の地名を冠した株式会社ミシク産業へ社名変更新設した株式会社フォーライフミュージックエンタテイメントに対してレコード会社としての業務資産全てを売却上とした同年12月に未ク産業は東京地裁へ特別生産を申請し 翌2002年の2月22日付で特別生産開始決定。2004年6月18日付で特別生産集結が確定し、生産が完了した。新旧分離による経営再検索であるが、未だこの手段は普及していなかった。未熟産業の負債総額は約60億円。本社屋は2003年に国立音楽院が買収し、校舎として使用されている。 オーライフレコード時代の9番、楽曲は配版済みタイトルを除き、事業を紹介したフラムから発売、企画が継続されている。設立までの経緯として、フォーク系アーティストたちの権利ビジネスの目覚めという見方がある。1974年に吉田拓郎が楽曲提供した森進一の襟リモミサが大ヒットして以降、ニューミュージック系アーティストが歌謡曲歌手に、 楽曲提供する事例が増えたが、ソングライターであることが、場合によってはシンガーである、以上の利益をもたらす。そうした権利に目覚めたアーティストたちの帰結として、生まれたのが、アーティスト主導のレコード会社、フォーライフレコードだったのである。フォーライフの最大の功績は、アーティストたちが、プロデューサー的権限を強め、自身の権利を主張し保護する契機となったことである。 フォーライフ設立以降大きな産業となったニューミュージックの利権、歌の著作権をめぐり、アーティストあるいはプロダクション主導型のレコード会社が続々設立された。作曲家だった村井国彦が1977年アルファレコードを、1978年には EPIC ソニー、SMS レコード、ケンウッドレコードなど、これらはいずれも大手レコード会社や、 大手プロダクションが設立したもので、現役アーティストが設立したものではないが、1978年から1979年にかけて、サダ・マサシのフリーフライト、井上隆史の,のウォーターレコード、加藤和彦、内田祐也のカメリアレコードなど、配給、宣伝は大手が行い、制作だけを手掛けるレコード会社が設立された。他に、日本のコンサートイベンター、 ヤングジャパンがポリグラムと提携してポリスターを設立するなどレコード会社の設立ラッシュとなった。また、この頃から大手プロダクションから独立するタレント、マネージャー、社員が相次ぎ個人事務所や新しい芸能プロダクションが設立された。富澤一世はフォークニューミュージックは1977年までは吉田拓郎、井上陽水にリードされ常に その影響下にある時代が続いていたが、1977年に泉谷茂が退社し、フォーライフの一角が崩れ、圧力が弱まった感激をついて、新しい音楽性を持った新人が飛び出してきた。時代そのものが、がらりと変わってしまったと述べている。ヤングギターは、吉田拓郎を強力に応援したことで知られるが、初代編集長、山本隆は、メジャーでできないことをやろうというのが、 フォーライフだった。それが、果たしてずっと続いたかというと、結局は分裂してしまったけど、でもメジャーの体制もフォーライフの登場によって、変えられたのかなと思うなどと述べている。小室糸氏は1991年のインタビューで、フォーライフが今でも続いていることの意義があるとしたら、それは二代目社長の拓郎の功績が大きいんじゃないかと思うと述べている。ありがとうございます。